Xin chào các bạn, mình tên là Đoàn Lê Hải Ngọc, mình đến từ Việt Nam, hiện tại mình đang làm việc về xây dựng đô thị tại Nhật Bản.現在、東急株式会社で渋谷の再開発を行っております。現在の仕事を目指したきっかけは大学時代のボランティアになります。南三陸町では津波によって公園が流されてしまいましたので、自治体の方とあと明治大学のボランティア団体で連携して、自治体で活用されていなかった土地を活用して公園を作りました。それによって子どもたちが遊ぶ場所ができたのはもちろん、家に塞ぎがちだった高齢者の方が出るようになって、でみんなの笑顔が生まれる場所になりました。その経験を通じて私自身も誰かの居場所になるような、心のありどころになるような場所を作っていきたいと思いまして、現在の都市開発の仕事に携わりたいと思いました。渋谷は100年に一度の再開発が行われていますが、その中でもエリアマネジメントというスキームを使って街づくりが行われているのが一つの特徴だと言えます。これは民間企業、例えば弊社ですね、あと駅前の再開発を行っている会社と渋谷区だったり東京都だったりが連携して、街をより魅力的な場所にしていくような取り組みを行っているのがエリアマネジメントです。イベントがあった渋谷駅東口地下広場というのは区道になっておりまして、イベントが実施することが難しいということがありました。なので広場ができたのが約2年前になりますが、実際にイベントができたのは今回が初めてということになります。泣いちゃいましたね。やっぱり一つのイベントの裏側にはいろんな人の汗と涙によって成り立ってるんだなっていうのを感じられて、まちづくりもそういった特徴は同じで、いろんな方の協力によってなっているので、夢とか町への思いが継承されていく、火がいろんな人に渡っていくっていうのが実感できて本当に嬉しかったです。ドアンがやっているこうプロジェクトって、こう渋谷にプラスファンをっていう街づくりなんですけど、こうドアンちゃんがまさにそのプラスファンを体現しているような方で、本当にそういう明るい人物です。会社で副業もできる制度になっておりますので、司法通訳を現在目指しておりまして、土曜日は司法通訳養成講座に通っています。通訳をやることで自分の知らない世界がどんどん広がるのもすごい楽しいですし、在日ベトナム人のコミュニティへの貢献でもあるのかなと思っていて、社会貢献としてはすごい楽しいなと思ってます。父も母も常に新しいことを覚えたり挑戦することをやめていないので、自分もそうなればいいなと思ってますし、困ったことがあったら両親に相談すれば、なんか良い感じのアドバイスがいつも来るので、身近でなりたいなって思える2人です。都市開発の仕事を今日本で進めていますが、何らかの形でベトナムの都市開発にも携われればいいなと思っております。国籍とか関係なくみんなが活躍できる社会、どこの国の人っていうより、まあ、同じ地球人だなみたいな感じで、どこでも誰でも活躍できる社会が世界中で広がったらいいなと思っています。Hãy thử sức với tất cả những gì mà các bạn đang mong muốn thực hiện. Những cái điểm mốc đó sẽ nối thành một đường và có thể trở thành con đường dẫn bạn đến với thành công.